はい、代表して創世紀の50章、えー、と長いですけど、すべて日本語だけでお読みします。はい、創世紀50章、1節、ヨセフは父の顔の上に崩れ落ちて、父のそばで泣き、父に別れの口づけをした、ヨセフは自分のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。 そのために40日を用意した。ミイラにするのはこれだけの日数が必要であった。エジプトは彼のために70日間泣き悲しんだ。この期間が明けた時、ヨセフはファラオの家の者たちに告げた。もし私の願いを聞いてもらえるなら、どうかファラオにこう伝えてください。父は私に誓わせてこう申しました。私は間もなく死ぬ。私がカナンの地に掘った私の墓の中に、そこに私を葬らなければならない。 どうか今、父を葬り、葬りに登って行かせてください。私はまた帰ってまいります。と、ファラオは言った、お前の父がお前に誓わせた通り、登っていってお前の父を葬りなさい。それでヨセフは父を葬るために登っていった。彼と共にファラオのすべての家臣たち、ファラオの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、ヨセフの家族全員、彼の兄弟たちとその一族が登っていった。 ただし彼の子供たちと羊と牛は五ンの地に残したまた戦車と騎兵と騎兵も彼と共に登っていったのでその一段は非常に大きなものであった彼らはヨルダン川の向こう五ンハアテレに着いたそこで大変立派で荘厳な哀悼の式を行ったヨセフは父のため7日間葬儀を行ったその地の住民は住民のカナン人は五ン派アテレのこの葬儀を見て これはエジプトの荘厳な葬儀だと言ったそれゆえその場所は場所の名はアベル・ミツライムと呼ばれたそれはヨルダン川の向こうにあるある12節ヤコブの息子たちは父が命じた通りに父に行った息子たちは彼をカナンの地に運びマクペラの畑地のホラーナに葬ったそれはマムレに面していてアブラハムが私有の墓地にしようとヒッタイト人エフロンから二十歳と共に買ったものである ヨセフは父,と葬った後父を葬った後兄弟たち及び父を葬るために一緒に登ってきたすべての者たちと共にエジプトに戻ったヨセフの兄弟たちは自分たちの父が死んだのを見た時ヨセフは我々を恨んで我々が彼に犯したすべての悪に対して仕返しをするかもしれないと言ったそこで彼はヨセフに言い送ったあなたの父は死ぬ前に命じられました ヨセフにこう言いなさいお前たちの兄弟は実にお前に悪いことをしたが兄弟たちの背きの罪と罪を許してやりなさいと今どうか父の神の下辺たちの背きの背きを許してくださいヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いた彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していったご覧ください私たちはあなたの奴隷ですヨセフは言った恐れることはありません どうして私が神の代わりになることができるでしょうかあなた方は私に悪を図りましたが神はそれを良いことのための計らいとしてくださいましたそれは今日のように多くの人が生かされるためだったのですですからもう恐れることはありません私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょうこのようにヨセフは彼らを安心させ優しく語りかけたヨセフとその一族はエジプトに住みヨセフは110歳まで生きた ヨセフはエフライムの子孫を3代まで見たマナセの子マキルの子供たちも生まれてヨセフの膝に抱かれたヨセフは兄弟たちに言った私は間もなく死にますしかし神は必ずあなた方を帰り見てあなた方をこの地からアブラハムイサクヤコブに誓わ,せ誓われた地へ登らせてくださいますヨセフはイスラエルの子に誓わせて神は必ずあなた方を帰り見てくださいますその時あなた方は私の意外をここから 携えのば登ってくださいと言ったミールはヨセフは110歳で死んだ彼らはヨセフをエジプトでミイラにし棺に収めた一言お祈りします主よあなたの御言葉を感謝します創世記の一番最後のところを、えー、今日学びますけども主よあなたがどうぞ、えー、説教者を通してまた通訳書を通して語ってください私たちの心が、えー、本当に

はい、えー、5年経ちました、創世記始めてから。<laughs> で、えー、と、今日が最後の50章です。We で、もちろんこの5年間ずっと創世記をしてきたわけではないんですけれども。はい この50章の中で、ヤコブが死んで、えっと、ヨセフが死にます。なので、えっと、今日は死っていうことを、えー、見ていきたいと思います。<is> えー、死ぬっていうことは私たち避けられないことです。 でも、どういうふうによく死んでいくことができるでしょうか t r s、uh, t i s s、uh, ある人が、uh, クリスチャンの弟子訓練の中には3つのステージがあるって言いました。

アタイティクティーコトエノカト ?How do I live productively for others?For my family?、えー、自分の他の人のために、まだ自分の家族のためにとか、誰か別に自分じゃない人のために、どういうふうに生きていくことってかできるだろうか、uh, ?But this person said that the third and the final stage is the struggle to give your death away. で、えっと、三つ目、えー、その人が言ったのは、えー、その自分の死死

この創世記の50章のところで、ヨセフも、ヤコブも、自分の死っていうものを、なんていうんだろう、与えているっていう感じです。ああ、こ人が読み上げているのがす。ああ、これが読ているのはす。あこれが読みいるのです。これが読みいるのです。ヘブルれが読み上げているので It says, "By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bearing in worship over the head of his staff. And by faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites and gave directions concerning his bones. 信仰によってヤコブは死ぬ時にヨセフの息子たちをそれぞれ祝福しまた自分の杖の上に寄りかかって礼拝しました信仰によってヨセフは臨終の時に イスラエルの子らの脱出について語り、自分の意外について指示を与えました。要するに、えー、彼らは自分たちの、えー、その前にあるものっていうものを思いながら、えー、死んでいきました。えー、なので今日のメッセージを要約するならばこういうふうになります。

後ろを見ながら死んでいきます。これが私にとっての一番の素晴らしい時だったと。とこんなふうにいっぱこにっいあのえしっと達てした。こにってきました。こんな私にやってきました。れって

えー、少し一章前の49章、えー、ヤコブの最後の時が載っています。Screen, はい、では、創世紀の49章の29節から。これはヤコブが言っているところのシーンですね。また、ヤコブは彼らに命じた。私は私のために加えられようとしている。 私をヒッタイト人エフロン人の二十歳にあるホラーナに先祖たちと共に葬ってくれそのホラーはカナはカ,カナンの地マムレに面したマクペラの畑二十歳にありアブラハムがヒッタイト人エフロンから私有,地の私有の墓地とするために二十歳と共に買い取ったホラーナだ。 そこにはアブラハムと妻サラが葬られそこにイサクと妻リベカも葬られそこに私はレアを葬ったそのハタチとその中にあるホラーナはヒッタイト人たちから買ったものだ So the piece of ground that Jacob is being asked to be buried in?

そして、アブラハムがそこにその地を買って、えー、自分の妻を葬ったのは、いつの日か神様がその地を自分たちの所有地としてくださるっていうふうに信じていたからです。そ、so、のでいきアブラハムはこれからっていうのを思いながら死んでいきました。Now, えー、そして、ヤコブも同じことをしています。 私を連れて帰って、そしてそのアブラハムの墓に葬ってほしいと。なぜなら神様がその場所を神様あ私たちその神のために与えてくださる日が来るということを信じているからと。そしてこの創世記の50周年。And we have this そしてその約束の地という方に向かって、えっと、ヤコブを葬るために、みんながもうゾロ,ゾロゾロゾロ帰っていくっていう、その様子がここに描かれています。なので、ヤコブあの、よくやりました。And the で、えっと、その兄弟たちがみんなでヤコブを葬りました。13, えー、そして、えー、13節から、あ、違った、えー、15節から、えー、さっきは、この兄弟たちが、えー、お父さんが死んだ後で、えー、ヨセフに対してう思うこと、言うことを。

お前の兄弟たちは実にお前に悪いことをしたが兄弟たちの背きと罪を許してやりなさいと今どうか父の父の神のしもべたちの背きを許してくださいヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いた彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していたご覧ください私たちはあなたの奴隷です ヨセフは言った、恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうかあなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ、優しく語りかけた。So I did a quick calculation. えー、なので、えー、ささっと計算をしてみました、えー。兄弟たちがヨセフを奴隷に売ってから39年とかいう年が経っ,っています。でも、まだここで、えー、兄弟たちはその罪悪感であったり、罪意識というのを感じていました。 そして恐れもありました。You know, evil evil. もう罪には罪で報いるっていう。あの悪には悪で報いるっていう。なんかそういうことが当たり前の世界の中では。えー と <People> ても重要なことです。そして、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 いして、そして、そて、そし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 て、a して、そして、そし a そして、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 r して、そして、そ g て、そし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 て、そそして、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 そて、そして、そて、そし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 て、そて、そして、そして、して、そして、して、そして、そして、t して、そして、そして、a して、そし l t して、そ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  e て、そして、そて、 でも、またそのお父さんが亡くなったことによって、えー、その人自分たちの兄弟たちの中にある、えー、罪意識であったりっていうものがある。 <was> でひょっとしたらお父さんが生きていたからヨセフは自分たちにいいことをしてくれなのかもしれないって思った。そしてそれをあの自分たちがしたことを思い返せば、えー、またその罪悪感と、えー、恥とっていうものが湧き上がってくるわけです。You know, when you 誰かに本当に悪いことをしてしまったっていうとき、皆さん分かりますよね、自分で。そういうふうに、ああ、自分が本当にこの人に対してしでかしてしまったということがあるとき、自分は許すこの人に許されたんだなっていうことを感じるのが難しかったりします。もう大丈夫だよって言って、例えばイギリスだったら、握手をするかもしれない。 でもだからといって、あもう自由だ、もうなんて言うんだろう、大丈夫って思えなかったりするわけです。そしてこの時にあ、兄弟たちはその後ろ後ろ向きでしたけど、でも、 えー、感謝のことにヨセフは前向きだった。ジョセフは先を見ていた。えー、そして、えー、兄弟たちに手を差し伸べるんです。19節でヨセフは言うんですね。ね恐れることはありませんそして、どうして私が神の代わりになることができるでしょうかとも言っている。で Okay. There's a common theme when you look at Joseph's life. Is he's not afraid to be honest. でえっとヨセフあの人生見てみるとヨセフ結構自分の身に起こったことに関して正直に話してますよね Let's pretend weren't me。not that trying to you harm なんかそんな悪をはらかろうだなんて思ってなかったみたいななんかそういうふうなことは言ってない You destruction for meant me。もうあの死ねばいいと思っていたっていうなんかもう自分の破壊っていうものを求めていたっていうのは分かってると「okay. being a Christian doesn't mean you have to hide the truth or change the truth or dismiss <the> truth. えー、えー、今日クリスチャンだからといってこういう事実があるだけれどもその事実を話せない事実を隠さなければ事実を覚わなければっていう必要はないんです says, でもここでヨセフが言うのはあでも、えー、神様はそれを良いことのための計らいとしてくださったと多くの人は今日の人生を生きていることができる それは今日のように多くの人が生かされるためだったって。ヨセフはもうここで前を向いているんです、向かっているんです。神様が、えー、裁く方で私ではないって。 そしてこの50章の最後にヨセフは死にます。そ、えっと、それれまままででですすけれども22節からお読みみしヨヨセセフフとその一族ははエジプトに住みヨセフは110歳まで生きた ヨセフはエフライムの子孫を3代まで見た。マナセの子、マキルの子、子どもたちも生まれてヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。あいいえー、しかし神は必ずあなた方を顧みてあなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓わせられ 誓われた地登らせてくださいます die, 私は今からもう死にます

の遺外をここから携え上ってくださいと言ったヨセフは110歳で死んだ彼らはヨセフをエジプトでミイラにし棺に収めた、okay. What, ジョ dying, なのでヨセフが 自分でこうしてくださいって言って頼んだことそのことによってヨセフの残りの家族子孫たちが前を見るように先を見るようにっていうふうに励ましたわけです。Bible, えー、そして、えー、聖書を、えー、読み続けて読み進めていくとこの出エズピクト

十三章のところで、えー、そのヨセフの意外を持っていったというふうに書いて、それから記録されています。At もし皆さんに神様っていう方がいなかったら。えー、そしたら、えー、私たち死ぬときに、もうすべて、この地上でのこと。 自分が何をしたかどうかっていうことだけが残ります、well、それだけを見て死ぬことになります自分がこれだけを成し遂げたこういうことを達成したで、その時にあ自分がこうしたいと思っていたこうなりたいと思っていたっていう自分に慣れていたとしたらそれをできていたとしたらそうやってこれをしたあれをしたって言って死んでいくのも気持ちがいいかもしれません But how many people, when they look でも、この部屋の中にいる私たち、えー、考えてみても、えー、死,ぬその死ぬ時に、えー、振り返って、えー、ああ、これできなかった、あれできなかったということが、えー、何一つないという人はいないんじゃないかなと思います。 そ,のそういうふうになったときに、えー、悪魔はきっと私たちに絶望するようにって、えー、あの、しかけてきます。No、God, もし本当に神様がいないのであれば。 誰かが亡くなって、その組織に行ってもそのそこに、そこで会話になるのは、the その人たちが,その人が生きていた時に、こんなことしたよね、こんな人だったよねって言うそれだけです。Because there is no hope, there is nothing to look forward to. そこには希望がなくて、そこから先がないからです。そこにいる world that we live in that doesn't believe in a God, what does it do? ということで、じゃあ神様がいないって思っている、えー、そうなると、えー、どうなるでしょうか It tries to そうなってくるともうできるだけ自分が死ぬ前に、えー、どれだけのことをやり遂げるか、えー、達成するかそこに到達するか、えー、そういうことばかりを今の,生活今のこの人生においてやっていかなきゃいけないやり終えなければいけないっていうふうになってきます。 もしこの人生がすべてなのであればこの人生すべての中で何か意義あること何かすごいことそういうことで満たしていかないといけないってなるんです。I have the best job. もう一番いい仕事を持ってもう一番いいあの休暇を取ってそして一番いい人間関係お付き合いをして And the world crams that into us to the point where we start to feel overwhelmed, where we start to feel disappointed with what we have. And um, and this life was never meant to provide that much significance and meaning. それだけの意義、それだけの価値っていうものを与えるものではない。んですイエス・スキリストがこののの地上に来られたたた彼は自自分分人生を上げげててていきましし命を上げたんですそうやってして あ、それは、神様をそれ、信頼して、父なる神を信頼して、自分の命を捧げて。そして、結局のところ、神様が、イエス・キリストを、引き上げて。そして、すべての何に勝る、なとしてくださった if you die like jacob and j o なので、ヤコブのように、またヨセフのように、えー、私たちが死んでいくならば、それは、先を見ながらこれから続いていく物語を、えー、見ながら、えー、信じていくってことなんです。で、ここで、えー、今日のメッセージ終わりです。ということもできます。 えー、そして、えー、お家ち、ね、ちょっと早めに帰れますね、right うん、あのちょっとうれしそうな人もいらっしゃるんですけれども、ah. <laughs> あ誰かが「ええー」とか言うのを待ってたんですけどでも、えー、先を見ながら死んでいくっていうことに、えー なんていうの妨げとなることが、えーまあ、大きく2つのことがあると思います。So together, okay? えー、なのでちょっと考えてみましょう。うんえー、多くの、えー、宗教がこの命、えー、このだから、えーと、この人生の後の、えー、なんていうんだっけ <the> 死後の何かっていうのを期待していると思います。うんえー、この私たちが今話してた先を見ながら先の物語を見て死んでいくっていうのがただ単なるなんかこうだったらいいなっていうなんか 空想、発想、それだけだったらどうしましょう、so、なので、えっと、このクエスチョンを2つ、えー、見ていきたいと思います。んか死後の世界みたいなのを、えー、あの唱えているっていうか、あのことを言っている、えー、宗,教があの宗教ほとんどの。 ほとんどの宗教が死後のことを言っていると思います。Well、でも、えー、もし、えー、そ,のあこのでもその多くの死後の。 世界観というものが何につながっているかというとこの人生をいかに生きたかというところとつながっていることが多いです。If you live a good life, this is not Christian teaching, o、okay? k Just to make sure we completely understand.、うんえー、これはあの、キリスト教が信じていることではありません。If you live a good life, you'll be reincarnated into something better in the next life.、うんえー、もし、えー、その良い人生を生きたとしたらいいい人生を生きたとしたらいい よく生きたとしたら、生きたら、そしたら、次の、えー、なんていうん、あのー、生まれ変わった時に、えー、なんかいいものになれると。In the next life. Much worse. でもしあなたがこの人生、よく生きなかったら、次の、えー、人生、次、生まれ変わった時に、なんか。悪いものになっちゃうって。that would be、like my wife <laughs> えと私の妻が死んであの私になって生まれてくるみたいなそういうやつですね。 イスラム教ではその次の人生にどういうふうになっていくかっていうことのその保証がないんです。Lived in this life. アラーが自分の人生を見てそれくいのうのてです。See the beauty of the Christian faith. そこでキリスト教のこのクリスチャンの信仰のことを思うときに何が美しいかというと。Is 私たちが前を向くときにその先を見て死んでいくそれは私たちがどれだけのいいことをしたか悪いことをしたかではなくてイエス・キリストがいかに美しく完全に生きてくださったかというところにかかっているからですこの15節今日の15節に戻るとこの15節に戻ると ヨセフの兄弟たちが言っているのは、自分たちのお父さんが死んだのを見たときに、ヨセフは自分たちを恨んで、そしてその自分たちがした悪に対してもう私回収してくるかもしれないって。 ヨセフの兄弟たちはそのヨセフが本当に許してくれたかどうかっていうことが確信できてないんです。See, えー、兄たちはこれから先、もしかしたら起きるかもしれないということを恐れています。ヨセフはこれから先、起こるであろう、こういうことが起こるだろうということに確信があって、そして自信に見せています。Like このヨセフの兄弟たちと同じように私たちもまた本当に、えー、その権威を持ったお方に対して罪を犯しました。Like、brothers, 私たたちもまた、えー、この

It's not a threat. He's actually making peace. He's actually trying to bring assurance into the situation. But at this point, Joseph doesn't know our holy and righteous God is going to be able to offer forgiveness to his brothers. その時、えー、どういうふうに神様がその許しっていうものを与えてくださるかそれを提供してくれるんだろうかっていうことは知らなかったジョセフ might have chosen to overlook his brother's offense <S、えー、まあヨセフはあまあしょうがないよねって言ってこの、えー、自分の兄弟たちの犯した自分に対する悪っていうものをまあいいよねっていうこともできました。But how is God gonna remain just without condemning the brothers? でもその神様がえその罪に定めることなくその兄弟たちをえ許すことができるのはどうやってできるんでしょうか Christ, 十字架の上でイエス・キリストはえその身にそのえ裁きっていうものを 受けました、so so so、そこで本当にすべての代価が支払われて、えー、そして許しが、えーも、えー、プライえ、so we, um, we で、まあ,あの、本当に私たちが許される、えー、そのために、えー、その、イエス・キリストご自身が、その身に、 See, the cross wasn't just an event in the past that paid the price for your sin. 過去にただ単にあの時罪を払ったねっていう、えー、十字架はそういうものっていうんじゃなくて。これから先もずっとずっと神様が私たちに対してコミットして許し続けるし、えー、そして、えー <laughs> 私たちに恵み深く言ってくださる、えー、そのそのためのあそれがずっと続いていくための過去のに起こったことなんです。So、of of faith, だから私たちの心は、えー、本当に恵みそして希望っていうものに満たされて前を見ながら行くことができるんです。 多くの宗教が死後の世界ってものを描いています。でも、このキリスト教だけが今、私たちがいかに生きているかっていうところに、その死後が今、どういうふうに生きているかっていうのに、かかっていないっていう、唯一の宗教です。 えー、では、えー、今日のの最後もしこの、えー、前にを見て死んでいくっていうことがただ単に何かあの、いい考えっていうだけだったら。 あえっと、だったらどうしようっていうさっきの課題ですね。で、えー、で多くの人が忘れる、こうやって前にあの先になんかこういうことがあるよ、こういうふうに確信持てるよっていうことによって,なんて言うんだろう死っていうものの苦痛が軽減される、えー、そのためのなんか決まり文句っていうか、そのための。 なんか言い訳っていうかなんかそういうものだったらっていう考えもあると思います。Text, なのでそういうのが、えー、こう妨げになるっていう二つのことの今二つ目を話ししてます。24節のところにヨセフは兄弟たちに言った私は間もなく死にます。 しかし神は必ずあなた方を顧みてあなた方をこの地からアブラハム・イサク・ヤコブに使われた地へ登らせてくださいますとヨセフはここでめっちゃ確信してるんです でえー、このセショー、ニカギラズ、ホカノレキシショティモノミテミテモ。And they will tell you that the Hebrew people actually occupied that land between the River Jordan and the Mediterranean Sea.Sono Yorudanga Wato, Chichuka in Aida, no Sono Totio, a Hebrew Jitan Tatiga, a Shihai State Tayote, Sono Tatsino Totida Tayote, Cotoa, eh, Hocano, Shomotunimo, Shilusaritimas.It's a fact, it happened.Sorega,

なののでこのクリスチャンの信仰というのは、ただ死後の世界、なんかこうなればいいなって思っているというものではなくて、e c u s o of h t この歴史の完結を見るというもうそこでそれが来るということなんです。イエス様が 墓から蘇ってくださった。だから私たちもいつか、えー、その死から蘇えるんです。えー、ここで、えー、失礼です。 ヨセフはここで神様が必ず約束の地に人を連れて行ってくれますっていうことを。確信して言ってます。そして私たちの約束の地っていうのは。えー、この、えー、約束されているのは、えー。もうその永遠に神様。えー、父なる神とも共に過ごすっていうことそこです。 Uh, I'm going to invite the worship team up as we read John 14, just verses 2 to 6. Uh, uh Jesus' words. Uh In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself. That where I am, you may be also, and you know the way to where I'm going. And Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? And Jesus said to him, I am the way and the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. 私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのかその道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主をどこへ行かれるのですか

Yes, uh, 神様は、uh, このイスラエルの人たちを、uh, 本当にこのせあの地理的に、uh, 地図の中にある、uh, その中東の,その場所に、uh, その約束の地というところに連れ帰りました Father, Son,、uh, そして私たちを、uh, 私たちの,その約束されているその父、uh, 父である神そしてキリストそして聖霊がいるそのところへと私たちを導いてくれています <is> この死っていうものはおまぬかれることはできません achieved, 私たちは自分がどうしたかということを見振、えっと、り それを後ろを見ながら死ぬこともできますしまたえけれどもでも私たちは前を向いて神様が約束してくださっているものを思いながら死ぬこともできます。で渡ってください一緒に最後の3秒しましょう。